日本のちょっとあの日本のより幅が広いテーブルに、はい、何か工夫をしている、まあ、さらにこう板を張ってさらにでかくしている、ね、はい、涼ましてあげようといったところでありましょうか。これが今日のポイントでしょうね。でもさあ場外戦も始まりました。場外戦からのスタートとなりました。レフリーがゴングを要請。ゴング試合がスタートいたしました。塚本、宮本、そして勇美、作田で場外戦を行われておりますが、それぞれが持ち込んだテーブル、アイテムというのが、ええ、一発で形勢を逆転するようなものでもありますよね、なので、はい、まあ、あとその大きい間に使い勝手は良くないですよね。そうですよね、まあ、作田選手が発案提案してのこの KMGT にプラス鉄折りということなんですけどもね、はい、大会運営する側からしますとですね、まあ、この途中試合の途中でですね、こういったあの造作物が多いとですね、進行がなかなか ね、これは決勝はどうなるんだろうかちょっと心配になっちゃったりもするんですけど、まあでも鉄折り組み立てるのも早くなりましたよね。そうですか、ありがたい話でございます、はい。さあ決して大柄ではないこの勇美、そのさらに上を行く形のこの小柄な作田、キャッチして、まあ、あと今日の4人というのは比較的こうデスマッチファイターの中でも、ね、走ったり動いたりするタイプですね。なるほど、まあ、そういう人たちにとってはこの鉄折りがあるっていうのは、はい、ちょっとやっぱかなり大きい要素になってきますよね。そうですよね、ちゃんと計算してやらないと、まあ、そのマイナス面として捉えるのではなくて、まあ、たださんの坂田選手が言ってるように高さをプラスに使っていきたいところですよね、はい。さあ宮本選手とリング内は塚本、そして宮本であります。正面から正面から迎え撃ちます。宮本選手は今こちらの、大日本だけでなくですね、ええ、ゼロワンの火祭りの方にも、あ、そうですよね、今ずっと勝ってるんですよ、ね、マジですか、今トップらしいです。おこれは宮本いい感じでございます。気持ちいいですね。さあ大日本プロレスの夏男として海岸開花していくんでありましょうか、宮本優子。まあ、本当に宮本選手、勇美選手というのは、エプロンサイドのブレンバスター、本当にいい意味でのこう高止まりというか、ですね、こう位置をかなり絶えずキープしてますよね。常にどっかで何か攻めてるんですよね。そうなんですよね。 いいことだと思いますよ。まあ、どんな場面でもね、止まっていくことはもう後退だと言われる時代ですからね、はい、絶えず前に進んでいかなければといったところであります。アグレッシブな攻撃、アグレッシブな試合展開、そしてモチベーションの高さ。痛いと思うよ。てか痛いね。どう見ても痛いですよ、痛いですよね。まあ、今日はですね、2連続で参加しておりました作田選手のお父さんお母さんが、はい、今回はですね、沖縄でこのサムライ TV をご覧になられているという状況でございます、はい、あまり変なことも言えませんので、さあそんな中11月には沖縄大会が予定されております。まあ、大日本の、ね、最後の未踏の地ですからね、と言われておりますからね。さあ広島県出身宮本優子、さあまだね、肝心のアイテムが誰も何も使ってないですから、そうですよね、ここで終わられるとちょっとな、何のためのデスマッチだったんだってなりますからね。かなりの拍子抜け感ありますね、このまま終わってしまいましたね。まあ、攻める宮本もそうですけれども、受けるこの作田としても耐えていきたい時間帯、はい。まあ、それぞれのアイテムをどこで使うかの勝負どころもちょっと勝敗のポイントになってきそうですね。なるほどですね。さあどうでしょうか、勝負どころ誰がどう狙っていくんでありましょう。カニバサミ、そこがないね。フレームの外から入ってまいります。ここまで二丁拳銃のペース。まあ、チームとしてはやっぱりチームとしての実力からいけばかなり差はありますよ。そうですよね。なんかこう僕なんかこう見てると、ね、体格的なのもあるんですけど、往年のロックンロールエクスプレスのようなね、はいはいはい、なんかコンビの息が本当にあった感じがしますよね。そう、もうなんかね、どういう状況においてもなんか次の一手があるというね。
さあギガラダーが最初入ってきましたね。ギガラダー、ああボディスラムか、バック取る。板さんさあ よく知ってますからね、伊佐美選手。さあ、わあこれ危ないですよ。痛いですね。あ、ハンマーも。あーこれはどうだ、一気に流れを持ち込む。うわ、危ない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 。まさにハンマー投げのようなですよね。プロレス界のムロスポーツとなるんでありましょうか。塚本拓実回って回って、さあ窓が広島びっくりのメガハンマー攻撃を見舞ってまいりました。塚本拓実、さあ人のアイテムをギガメガと使ってまいりました。ギガかけるメガですともうわからないですね。いやもうギガテラ、テラな、これがテラでいいんですね。ああ、なるほどね。もう日本のスーパーコンピューターでも算出できないかのようなこのダメージを一気に作り上げていくんでありましょうか。これはテラの威力ですね。そうですよね、昔テラエって絵がありましたね。あ、ありました。萩尾元先生、ね、そうですよね、はい、素敵な絵でしたね。さあそんな中で萩尾元先生も知らないところでテラテラと、萩尾元先生もまさかこういう試合で自分の名前出されてるとは思わないでしょうけどね。あ、これはドドン来るか。あー行くぞ。うわー、サンズの顔を渡るのはこの男たち、こちらなんでありましょうか。いいですね、もう伊佐美選手がもう、もう一発どぎついアルコール度数の酒飲んだかのような表情、通院の顔をしておりました。さあそして、あ、ギガラダーは出して、これは効きますよ鉄折り。さあ会場内、この両国国技館に静寂の間を与えました。あ、これ痛いんだけど、ちょっと今一つ会場には伝わりますね。すごいですよね、もうみんなの中で心の中でガシャンと音してますけどね、これやっぱプロレスにおける音響効果なんかの重要さ、重要性ですね、はい、さあそして今度はどうする。あ、やっぱりこっちだ、やっぱり音が立つ方だ。なんだ、いろいろ考えた。あ、もう一回行く、嫌だ、こっちも嫌だと。それは痛いですからね。超拳銃なんですよね。本当だよね。いやー、同じ1秒とは思えないこの間を、寒暖を使ってまいりました。うわー、最近対応するこの打撃のコンビでしょ。おいちゃん、おお、瀬山さんもね、これ第2をずっと見てくれてるから、はい、痛いんだよね。いや、あれは本当に山川選手本当にすごい傷ついてますから、すごい傷、痛いんだって。でまたね、汚く切れるからね、方法が難しいんですよ。いやいやいや、大変なこととなってまいりましたでございますよ。佐久田選手のいった、小さな体を大きく見せるかのような戦闘を見せていった。しかしカウントは2。さあ宮本からの勝利。あ、この位置はひょっとしたら、よっしゃ、飛んだ。まずはニュートラルコーナーか。いや違う、おお、綺麗に決めた。さばに行く、もうカメラさんよく見てた。カメラさんがニュートラルコーナーから、しかしちょっと待ってください、宮本さんがもう、ああ、パリッといきました。
おめえがやったことはこんだけ言ってんだぞって。お返してきた。レフリーよく見ました。しかしカウント的にはかなり厳しい。捕まえた。そろそろ最後の。さあ試合時間は10分が経過。試合時間は10分が経過。どうやらギガラダ本来の使い方を。高い高いな。高い勇みのギガラダ、まあ、いわゆる3メーターサイズのやつです。そうですよね。でも確かに彼ら本当に両国映えする相手もここまでしっかり持ち込んでくれました、はい、あーどうする、向かっていくか。さあまさにデスマッチ界のクレイジークライマー。さあ蹴落としていきます。あーまた立った。あーでもしかしさあ佐久田選手がダウンをしていればダブル2といったところでありますが、この辺りのこう状況の使い分けが伊佐美選手のやっぱり武器ですよね。おお、バック力が飛び出てきたよ。宮本選手芝刈り機で顔面真っ赤ですよ。さあこれはファイヤー。お、組みついた、組みついたぞ。ああ逆打った伊佐美の。ああカットハイ間に合った。塚本のアシストを受けて佐久田が逆打ち。さあカウント危ういところ伊佐美が入ってまいりましたが、その伊佐美を分断。これ本来の使い方をしてきました、ね、さあこれで勝利をつかもうというんでありましょう。よっしゃ守るぞ。セコンド総出で抑えます。いや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 。お、地獄の底から這い上がってきたら宮本。今度は塚本が助けに入れない。おお、アットに入りました。いやこれ鉄折りマッチならでの展開になってきましたね。ハラハラします。ハラハラします。あ、ついにギガテーブルが。忘れてました、テラテーブルですよ。テラテラテーブル、まさにテラへ。さあどうなるんでありましょうか。問題はこのテラテーブルの領収書がどちらに回ってくるかなんですけどもね。トリプルシングルかうちかという。日本国内売ってないと思うんですよね。ですからね、変に輸入とかさあ。イケアでも取り扱ってないですか。もうアハーしか言ってません私。わあ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 。さあ2階席の皆さんにはテラテーブルという文字がしっかりとご覧いただけているかと思います、はい、テラテーブルです、テラテーブルです。まあ都議会議員選挙も終わりましたんでね、はい、ここに名前が載ってたらいい宣伝ですね。そうですよ ね、こういうスポンサー募集してみてもいいかもしれないですね。テラテーブルに名前を書いてほしい、はい、いくら公職選挙法違反になりますでしょうね、はい、おさあどう、何で行く？あーこれはすごいよ、まさに寺へ、まさに宮本くんから寺へ行った。寺テーブル硬いね。丈夫です、丈夫です。タフメイドインUSA。アメリカ人はバカですね。まだ行く。あ、これはちょっと今距離が、足が歪んでるから大丈夫か。あー曲がってます。足をしっかり、レフリー足を見てやって。足を、足、足、足、ほらマキさん、割れたよ、もう使えねえよ。そっから、あまたファイヤーさんだ。年には年を入れた。